前風はホームの向かい風です。若干強くなっていまして、風速は今6メートルほど。ボートレース宮島の SG は第30回グランドチャンピオン、開催2日目の攻防です。カードは第9レース予選競争。対戦メンバーは1号艇寺田翔、2号艇福来剛、3号艇井口義則、4号艇石野孝之、5号艇新田雄志、6号艇上野慎之介。以上6選手の対戦、ここは動きはなさそうです。インコースに向かう人気の中心は1号艇の寺田翔。前半は5着と落としてはいますが、手応えは悪くはなさそうで、ここはボードが変わってさらにどうか。陰線寺田、2コース2号艇が福来剛、前半はトップ争いの混戦をさばいて初白星。3コース3号艇が今日は1回走りの井口義成、引いて角1の4コース4号艇石野孝之。前半の原点挽回したいところ、角戦5コース5号艇新田雄志、6コースが6号艇上野慎之介。初日1回走りはきっちり逃げての白星発進。3対3第9レース、進入はインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。わずかにセンターアウト勢コースアウト、5号艇がへこんでいますが、6号艇が出ていく。上野一周1マークまくった。6号艇の上野が先制、小回りで1号艇残しにかかる寺田の外、3号艇握って井口バックアーですが、大まくり見せた。豪快に6号艇上野がトップ4艇身抜けて、2番手も1号艇寺田が後ろにリードを広げ、3番手3号艇の井口で6-1-3、スタートは正常でした。1周2マークをトップ旋回、6号艇上野、2番手から1号艇寺田、3番手3号艇井口の後ろ握って迫る。5号艇新田がやってくる。ホーム側に戻って上位2艇は完全にそれぞれ抜けた。6番1番上野寺田、3番手の3号艇井口を捉えたのは外から5号艇新田、3号艇5号艇並走の2周1マークは3号艇井口がたっぷり前足を取っていく。5号艇張られて少し遅れた。その隙に内から2号艇くるっとやってきたのは福来、福来を差し返す形で3号艇5号艇バック側3艇混戦になってきた。3番手争いは一歩前が3号艇井口、すぐ後ろを外に持ち出して5号艇2号艇並ぶ新田と福来。2周の2マークトップは抜けた。6号艇上野慎之介、2番手1号艇は寺田翔、3番手前足を取って3号艇井口の後ろ内狙う2号艇入れず、5号艇逃げるが及ばず。ホーム側で3番手は3艇身、3号艇の井口が守って、上位体系は6番1番3番、レースは最終周回に入っています。ここは圧巻の大まくり、6コースからトップスタートで一気にまくってみせました。開幕2連勝へ向かってくる6号艇上野慎之介、おっとおっとおっと、後方で行ってアクシデントがあった。3号艇の井口がアクシデントか。3番手に5号艇新田が上がっています。6-1-5に変わったラストターンマーク、トップ6号艇の上野が戻っています。3号艇の井口は失格となりました。残ったのは5艇、上位の体型は6-1-5。第9レース先頭6番上野が5位、1番寺田5位、5番新田が5位、2番5位、ラストで4番が5位の3号艇の井口義則は失格となっております。